アイリスちゃんのゾーアイリスちゃんは中国系アメリカ人のジャーナリスト、政治活動家、作家。アメリカ合衆国ニュージャージー州プリンストン生まれ。ちゃんの両親は1949年に中国人民解放軍から逃れて台湾に脱出した後、1962年にアメリカへ移住した。共にハーバード大学で学び、父親は理論物理学、母親は 生物学の博士号を取得している。チャンが2歳の時、一家はイリノイ州シャンペーンアーバナに転居し、チャンは同地で成長した。ユニバーシティラボラトリー、ハイスクールを卒業後、ジャーナリストを志して、イリノイ大学ジャーナリズム学部に進み、ジャーナリズムの学士号を得る。AP 通信及びシカゴトリビューンでの短い勤務の後、 ジョンズ・ホップキンス大学の大学院で学び、25歳の時作家としてデビューした。2004年に自家用車内で拳銃自殺した。チャンは生涯に3つの作品を表した。現代、スレッド・オブ・ザ・シルク・アーム1950年代のマッカーシズムにおける中国人科学者、セン・マナブモリについてのものであった。センは長年アメリカ軍に協力したが、 米政府に軍事機密持ち出しの権威により逮捕された後、中国に強制送還された。後にシルクワームミサイルの開発に関わり、中国ミサイルの父と呼ばれることとなる。現代、ザ・レイプ・オブ・ナンキング、ザ・フォーゴットン・ホロコースト・オブ・ワールド・ウォー・ツー、ベーシック・ブックス日中戦争において発生したとされる、南京大虐殺について書かれたものである。 ニューヨークタイムズのベストセラーリストに10週間掲載され、スティーブン・アンブローズは最高の若手歴史家であると絶賛した。オリバー・オーガストは日本では藤岡信勝らが翻訳の出版を妨害したと主張し、チャンのスタッフはチャンに対する日本からの圧力は耐え難いものであったとし、チャンは生命の危険を感じていたため日本への旅行を怖がっていたと主張した。また、 オリバー・オーガストはアイリスちゃん最後のレイプ・オブ・ナンキンの被害者か。というタイムズ記事で、ちゃんにとって日本からの攻撃は、たわいもないものであった。なぜなら、ちゃんには、世界中の中国人と面会して、それよりも恐ろしい日本軍の行為、慰安所に女性を閉じ込めたり、満州では、神経ガス実験などの話を聞いていたからだと、主張した。北村ミノルは、ちゃんが、 日本では南京事件の研究者は食や生命を失う危険が付きまとい安全を危惧する中国政府は自国の研究者たちの日本訪問を滅多に許さないと本書で主張していることについて日本では事件について自由に様々な研究が行われ多くの関連著作が刊行されていると反論しためにする虚偽の記述と批判している一方 スタンフォード大学歴史学教授のデビッド・ケネディが批判したほか、ジャーナリストのティモシー・エム・ケリーは、不注意による間違い、全くのでたらめ、歴史に関する不正確、恥知らずの登用の4項目に分けて分析し、デビッド・バーガミニの天皇の陰謀からの登用があると批判している。現代、ザ・チャイニーズ・イン・アメリカ・アメリカにおける中国人移民の歴史について、 物語風に記述し、1870年代のクーリー貿易とその後の殺処分など、中国系アメリカ人に対する迫害を告発している。アメリカでは、ニューヨークタイムズのベストセラーリストに数ヶ月間、掲載された。一方で、歴史的証拠の裏付けが欠如した、軽薄な中華思想とロマン主義に陥ったダサと、評するメディアもあり、スーザン・ジェイクスが、 ちゃんによる金切り声の説教、過度に空想小説的な旅行ガイド、民族主義的な中国本土の教科書と批判するなど、前作、ザ・レイプ・オブ、南京ほどの評価は得られなかった。ザ・チャイニーズ・イン・アメリカ第一章には、中国の真の偉大さは、その大きさや広がりにあるのではなくその年月にある。多くの歴史家によれば、中国国家は、地球上で最も古い。 機能する組織体であるとの記述がある。チャンは四作目として、第二次世界大戦中のフィリピンで、日本軍と戦い捕虜になった、米軍兵士のバターン氏の更新に関する作品に取り組んでいた。しかしながら、うつ病を患い、入隊院を繰り返していた。うつの要因については、諸説あり、現在、そのどれもが推測の意気を出ていない。フラッシュバックで、中国人が、 被害に遭った写真が頭から離れなくなったとオリバー・オーガストは主張している。彼女はカリフォルニア州サンノゼノサニーベールで夫と2歳の息子と暮らしていたが2004年11月9日の午前9時頃にカリフォルニア州サンタクララ郡の国道17号線ロスガトスの南で自動車の中で死んでいるのを発見された。サンタクララ郡警察は状況証拠からチャンが銃で 自分の頭を打ったものと断定した。葬儀は2004年11月19日に行われ、親戚、知人等600人が参列した。チャンは、イリノイ大学在学中から実習生として、記者活動を行っていた。A brief biography of Iris チャン。2007年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年6月26日閲覧。 A.B.C.D.E. オーガストオリバーワンファイナルビクティムオブザレープオブナンキングロンドンタイムズ2005年3月17日北村ミノルナンキン事件の探求その実像を求めて文春新書2001年ザアトランティックマンスリー281 1 1百1 1 6ティモシーエムケリーブックレビューザレープオブナンキングバイアリスチャン 江戸川ウィメンズジュニアカレッジジャーナル、http コロンスラッシュスラッシュ www.edogawa-u.ac.jp スラッシュトムクーリーリサーチレビューランキング html 2020年5月18日閲覧高山正幸日本人吉田タになれ wac2020 年ピアニッシモ29から30 タイム2003年8月11日号、タイム2003年8月4日、立花の霊の日々国国、アイリスちゃんが死んだ日立花の霊の公式ブログ、ありがとうございます。